自民党派閥のパーティーをめぐる政治資金事件を受け、国会では政治資金規制法の改正などについて議論が行われています。国会記者会館から中継です。はい、岸田総理大臣は議員が会計責任者の監督に相当の注意を怠った場合に、罰金刑を課すとする公明党の案について参考になると前向きな姿勢を示しました。会計責任者の監督について、 相当の注意を怠った場合にはやはり罰金刑に処す、まあ、こういう改正が必要なんではないかこう考えておりますが総理いかがでしょうかまあ公職選挙法のような連座制ではなく、まあ、会計責任者の監督等に関する議員のこの過失の有無を個別に認定すること事案の対応に応じた責任追及が可能となる、まあ、こういった点において参考になるものであるとえ考えます また、あさってから開かれる衆議院の政治倫理審査会をめぐり岸田総理は出席する意向を示している安倍派幹部などの5人に対してしっかりと説明責任を果たしてもらいたいと述べましたその政倫審をめぐってはこの後、開催方法などを議論する幹事懇談会が開かれます政倫審は原則非公開とされていますが野党が公開するよう求めていて引き続き与野党の調整が続いています。 与党側は来年度予算案の年度内の自然成立に向け来月1日までの衆議院での予算案通過を目指していて政権にとっても正念場を迎えています。以上、中継でした。